なめいはるか甘かげる。やりました、我が母校仙台育英学園高校野球優勝です。頑張った。いやー、生きてるうちに白川の関越えられました。いやー、嬉しいですね。嬉しい嬉しい。1989年卒業の私、ワッキー貝山でございます。大越さんとほぼ同年代と。いやー、しびれましたね。今日はもうずっとテレビの前で応援してましたけども、すごかったですね。最初投手戦になるかなと思ったんだ、途中で7回の裏ね、岩崎くんが満塁ホームラン、あのプレッシャーの中満塁ホームラン、素晴らしいですよね。そして相手方の下関も本当気迫あるプレーで、お見事でございます。もう泣きそうです。はい、そんな中ですね、ポンタさんから高校野球に絡んだガチャガチャの特集してください、近々ってありましたんで、早速優勝した本日アップしたいと思います。それでは僕のガチャガチャコレクションから高校野球に関するグッズ紹介しましょう。おめでとう仙台育英学園野球部。まずはふざけたいでーす。育英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 、榊原育英さんの20円のガチャガチャのフィギュアでございます。違い系ですか。育英ちゃんでございます。これ 2,3 年ぐらい前の、ガチャカプセルトイなんですが、Z パワー伝説ということで、軟式野球用の金属製バット、今日もカキンカキンいい音鳴ってましたね。7回の裏の満塁ホームラン、いい音、あれをね、着信音にしたいぐらいの気持ちよさですが、これはね、すべてその、ね、軟式野球の金属バットのミニチュア、ね、Z パワーね、一番最初、1983年から85年まで使われていた金属バットのミニチュア。これすごいですよ、これ。ね。コレクションアイテムですから、当てかけるものもついてるというね。いやー、これをこう眺めながらお酒飲むのもいいかもしれないですね。いやー、金属バットですけども、プラ製です。プラ製。コスモスの前身、堀口産業、堀口商会からのガチャですね。ノートブック。甲子園を題材にしたドカ弁ですね。山田太郎さんがニコニコしてます。これ後ろにですね、HS って堀口って書いてますね。これはコスモスの前身の20円ガチャの当たりでもらったミニノートブックとミニ鉛筆でございます。さらにはね、消しゴムもありまして、ね、これもすごいですね。山田太郎さんのフィギュア、ね。後ろにね、頭に思いっきり H って書いてるのは堀口の H でございます。山田太郎さんのガチャ消しです。高校生ね、みんな少年野球からスタートしたんでしょうね。はい、これはコスモスのガチガチで当たった少年野球手帳ね。もうここでルールを覚えるわけですよ、ね、ほら、これは準備投法は8球1分以内、ね、とかね、フォアボールに、グラブなどを投げた場合、打者走者、に、3個の安全進塁権を与える。結構レアな。ボークとかね。あと、こう、守備妨害とかね。すごいですね。あ、ストライク。いやー、もう両者かなり際どいところにね、ボール投げてましたね。サインの見方とかね。セットポジションの仕方とか。ね、こうルールを書いてあるんですね、これね。コスモスのボックス、グローブ&ボール消しね、ボックス機の100円で当たったんですね。これはもう80年代前半ぐらいからよく当たっていた消しゴムで、お、これはもうキャッチャーミットとボールですね。ここにね、鉛筆を刺して、鉛筆のこの、ね、ペンキャップみたいにして使ったんですけどね、だんだんとなんかその用途が崩れてきてる感じしますね。はい。他にもね、ミットも2つぐらいありまして、ね、これはピッチャーがね、つけているミットですかね。これはなんだろうね。球もついて、これが欲しかったんですよ、なぜか、で今回の発見がこの100円のカプセルに入ってるんですけど、これもミットとね、ボールなんですが、ね、このミットがですね、ちょっと大きさが違うというね、
これは実は今回新発見でございましたけど、こうやってねミットも馴染ませてね試合に向かうわけですね。うん、本当にこれをこう手にしてね眺めてるだけでも今日の試合がなんかスローで目の前に浮かんでくるな。コスモスのねこういうねスポーツシリーズともありまして、これもなかなかすごいんですよ。うん、スポーツシリーズって言ってね、これは、はい、野球ですけども、ミットの他にバットとかねいろいろある。これはちなみにね極小のミットとボール、ね、そしてキャッチャーのマスクなぜかね、あとはヘルメット、ね、メットがついてすごいですね。球も様々ありましてですね、ちゃんとした白い球が一球もないというねこれすごいですよ ね。キャッチャーミットもありますし、またキャッチャーの防具、これ作ってどうするんだって話もあるんですけどね、はい、バットもあります、ね、バット曲がってますけどね、バット。そしてなぜか、はい、シューズもあるというねシューズすごいですよ、シューズね、シューズ、はい、ベースもあるベースは結構渋いよね。石も置いてあるからいいけどね、これだけ当たったら何かなと思っちゃいますよね。うん、タブレットね、食べるやつ、これも見てもらえますかね。はい、ね、すごいですよ、ベースボールのパラパラ漫画です。ホームラン、今日の中裏ですね。これお、なんかミニバットかなと思ったらね、はい、文武両道ですよ。はい、これはねペンになってるペン、バットペン、文武両道。そして甲子園を題材にしたねアニメはタッチもそうですよね。うん、タッチミーノート、タッチ下敷き、これをねこうお店に持っていくと景品がもらえる。普通のタッチの下敷きですね、まあ、中心なのかな。そっか、これもカズヤがいるということはタツヤがまだ野球を始めてない頃の、ほんと初期のタッチの下敷きですね、これね。はあはあ、この後ですよ、甲子園を目指すのは。コスモスのボックス機でもね、タッチ消しも当たりましたね。こちらですよね。はい、タツヤと、ミナミと。ほんと初期ですね、ここもね。あ、ちなみに後ろはこのぐらい色々とあるという。ねえ。この辺の真剣な顔もいいですよね。こういうシーン結構、甲子園あったな。うん。こういうね、タッチのね消しゴムもありまして、中の消しゴムが、はい、希望希望という消しゴムが入って、なぜここ座右の銘が書かれてるね消しゴムが当たったんですよね。希望ですって、今日は本当に希望をねたくさん胸に下関そして育英頑張ってくれたな。大味なんですけどね、これは、みなみちゃんの大きい消しゴム。みなみちゃん。いたずら書きみたいなね。服に、いい加減に、1000回みたいなこと書いてあるね。服に書いてあるっていうね。みなみちゃん。黒目がないんで怖いですけどね。はい。当時クオリティです。これ2000年代にですね、巨人の星復刻された時にですね、まあ、これはちょっと高校野球というよりはですね、巨人軍に入ってプロ野球、プロ選手を目指すんだっていうようなところで若干経路は違うかもしれませんが、はい、星一徹さんと少年の頃のですね、星ヒューマですよ。タイヤついてるっていうね、シリーズもね。これもギプスですよ。大リーグ養成ギプス。この後に高校野球でしたっけ？その後すぐプロでしたっけ？ちょっとね、いまいち。覚えてませんけど、こういうね、カプセルトイも当たったんで、紹介させていただきます。優勝、おめでとう！いやー、まだまだ、テンション上がりっぱなしですが、これを撮っている最中もですね、皆さんから SNS でおめでとうっていただきまして、まあ僕は卒業しただけでございますから、いや、本当に、高校球児の皆さんに拍手、ね。そして、よかったよって声ね、直接伝えたいな。本当に。おめでとうございます。そして、お疲れ様でございました。ね、おんちゃんはすごく勇気をいただきました。
よかった、仙台育英の生徒でよかった。今日はもう祝杯をあげたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、さらにはですね、僕のガチャガチャのコレクションからリクエスト。そういえばね、高校時代に教室に持ってったガチャガチャなんかもあったな。そういうことを思い出しながら、みんな何してっかな、元気かなっていうね、同級生の顔も浮かびつつですね、はい、そんな気持ちでございます。もう何言ってるかわかりませんか、大丈夫ですか。はい、もちろんエモいレトロガチャガチャの情報もお待ちしています。甲子園あたりにはないんですかね、エモいレトロガチャガチャはね。はい、それではまた次回。まだまだ興奮しっぱなしでございます。仙台育英学園、本当にありがとうございました。そして素敵なプレーをありがとうございました。おんちゃん泣きそうです。以上、仙台からでした。